お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのお疲れティオーということでね。えー、一週間ぶり当たり前ですけどね。暑いですね。もうこれ,これ、どんなラジオでも最初とかに言うんでしょうね。暑いですねー。言うてね。もう、なんて言うんですか。聞き飽きたし、言うのいやいや、言う人おるけどね。なんかもう、 僕はね、ほんまに何べも言いますけど、この季節が大好きなんですよね。暑いわーって言いながらもどっかね、ニヤニヤしてる、ニコニコしてるんですよね。もう、水シャワーっていうのを僕、この季節はカバーみたいに浴びるんですけども、もうそれがね、楽しくて気持ちよくて、えー、2回ね、1日2回は水シャワー、 ねええー、T シャツも着替えますしねええー、浴びるんですけども、だけどね、今日がねあ暑かってんなーと分かんのが、もう水がね、冷たくなかったですよ。うん。だから、それぐらい、もうだいぶ、あれなんやろな暑いんやろなーって思いましたね。蛇、え、口、ー、自体が暑いんかなうん、っていう。 ことを感じました、ねうんまあどうすか皆さんあのねまあ、うん、こんだけ僕夏好きあえたらね夏嫌いやいう人が怒りはりそうなんですけどもねまあまあ、ね、私は冬が好きっていう人もねまあ中にはいるんでしょうけど僕からしたら本当に信じられないぐらいでた,ただねイベント あまあでもそうやな。夏もイベントごとは楽しいしな。ええー、冬は冬でね。まあお正月、クリスマスお正月からのあの年末の慌ただしいあの時っていうのは楽しいしね。まあ、50になったらね、もう本当にあと何年過ごせるかわからないんで、その課長風月に最近、ええー、喜びを感じてしまうっていうのもね、あるんですけども、あのーね、ねええー、 このラジオ記者5周年のイベントをね、えー、ロフトプラスワンウエストで、えー、させてもらった時にあのー、お花を頂い,いてね、でまあ、言うたらもう、武将なさ、もう50の男じゃないですか、ね、で、その花瓶がね、ないんですよ。で、なんか探し出したらね、なんかこうなんか中国っぽい瓶があったんですね。 んじゃないんかあれなんやろお酒入れんのかなよう分からへんけどなんか壺壺があったんですよねでそれにブスーって刺しとったんですよ、うん、だけどなんかちょっと安定せえへんなっていうことをねあのサンセットアワーのタカちゃんに相談してたらさすがねタカちゃんは花瓶持ってますよと、えー、お貸ししますよって言うから借りてねそれにあの刺して ほんなら、綺麗のよね。ほんで、やっぱりね、あの女性はすごいですね。やっぱり何でもお花のことは知ってる。あの、日、日、毎日水を変えてね。で、その、言うたら、えー、徐々に徐々にね、日に日に、えー、なんて、さっきちょじゃなくて、あの、ね、下の方をね、切ってあげるんよって、切ってあげて、で、水を入れ替えて、で、 たまに暑すぎたらね、氷とかも入れるんやで、言うて。ほんな、長持ちするからね、言うてね、ほんまにそれをね、守って、えー、ずーっとしてたんですね。 どんどんその立派な花瓶を借りた、借りてたんですけど、やっぱり日に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 竹が短くなっていって。で、もう本当にでも楽しんでね、あ,あんな、ひまわりの花とかね、カーネーションとかもらったんですけど、それをね、日に日にこう、めでコーヒー飲みながら、えー、タバコ吸いながら、こうなな、ぼんやり眺めてね、綺、え、麗、ー、なっていう、こんなん50のなるまでさ、 お何も感じへんかったけどね最近はそれが、えー、あのなんて楽しみやったんですけどねもうその花もども,うもう枯れましたからね最後はもうあの、えー、なんコップになりましたけどね短さもでもコップになるまでカらさんと楽しめたっていうのがねあの面白かったですね、えー、ちょっと勉強になりましたね、うん、はい。 えー、そんなこのお花、ね、を楽しむぐらいの、うん、もう52歳で昨日がね、うん、とその52関連で言いますと僕がそのね、えー、尊敬もしてるしリスペクトもしてる、うん、中島ラモさんという作家のねもう今の時代のわ今の若い人は。 もう知らんと思うんですけども僕らの世代は中島ラモさんでねようテレビ出てはったしねうん、えー、でその中島ラモさんのね、えー、昨日7月の26日が命日やったんですねでそれで、えー、ラモさんっていうのは僕があの全然お酒が飲めないんですけどもラモさんはもうそら今夜すべてのバーでっていう小説から 読んでも分かる通りもう酒豪というかもう、えー、中毒ねっアル中とかねそういう感じですよね。それねお酒の人生やったんですけどもあのー、いつもねあの家にお邪魔するとねその本棚のところにね、あのー、フォアローゼスっていうバラの絵の描いたねバーボンがいつもこうありまして。 でラモさんがいつもそれを飲んでるんですねでまあお酒飲めへんかった飲めへん僕からしてもそのポワローゼスの、えー、瓶はかっこよくてねバラがあってなんかちょっとキザっぽい瓶でね、えー、でそれを、えー、飲んでるラモさんっていうのが今でも目に焼きつくんですけども、うん、あの。<laughs> 7月26日はねあの毎,毎年毎年今日、ね、ラモさんの命日やってそんなね僕も思い出すはずがないんですけどもあのたまたま思い出した年はねあのその近辺でお酒飲めない俺が唯一1年に1回だけ、えー、ちょっとフォアローゼスをちょっと飲むっていうのをね 別に決めることじゃないですよたまたま思い出したらそれをやるっていうことにしてるんですねで昨日はラモさんってパーンってねああ今日やななくなったんって思ってでファーローズですをね一杯だけ、えー、飲みましたうんでもねあのー、お酒本当に弱いしえー でもねあの、友達から本当に弱いんっていうぐらい、そのフォアローゼスを、あのー、ね、えー、ロックでお酒飲めへん人が飲まれへんで、で飲んでも別にふらふらしてへんしお、なんか酔っ払ってないし、それで、お酒、実は強いんじゃーんとか言ってね、昨日も突っ込まれたんですけども、いや本当に弱いんですよ、ほんで、えー、なんかね、なんやろ、相性が。だから 中ハイとか焼酎とかなんかあの何そんなんとかあるいろんなお酒のジャンルあるでしょ僕はね体質的にねあのウイスキー系がね合うんですよねきっとあのー、そう全然あのー、大丈夫なんですよね唯一ですよもう酎ハイとかの方がもうなんか頭グラングランするんですよ ファーローゼスをねちびちびそんなぐい飲みませんよちび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 飲みながらね、えー、いろんあのなあやっぱりやっぱりならもさんちょっあの新宿のライブが面白かってんなとかね、えー、そのライブの後にあのねあの。ね ね、よく僕喋ってる話ですけども、あのー、中華料理屋でね、えー、<laughs> 犬の肉をね、えー、中華料理であるんですよね、えー、それを食べに行こう言うてね、えー、行った時のね話とかがね、えー、で俺に食べさせて自分は食べへんかったっていうね。<laughs> <laughs> そんなんとかね、えー、面白いなとか思いながら、うん、よく喋ったりするんですけど思い出やなと思ってね、うん、<coughs> ねそんなんが <coughs> ありましたね、うん、さあだからそれのねだから亡くなっな中島ラムさんが亡くなったのも50人やしね今俺が50人やからこの年 この年になくなってんなと思ったらなんかいろいろね、えー、うーんって考えるところがあるんですけども、うん、まあでも本当に中島なもさんの本で、えー「とはも半ばを過ぎて」っていう好きな本があるんですけどももう僕もとっくにとはをな「とはも半ばを過ぎて」っていうね、えー、ところに来てるんでねあの <laughs> 本当にとはもう半ばを過ぎて、あのも,もうね、えー、もっと楽しもうと思ってね、ほんまにこの年になっていったらさ、あのいつ、いつっていうのがさ、もう近,近いやんあの、病気もそうやけどね、えー、健康寿命的なものでね。 とかを考えたらもうあまりにも時間が少ないなと思ってるんでえー <laughs> ね、楽しみたいなと思います <laughs> えー、そんな、えー、楽しんだねえー、7月22日には僕の原八部っていうね新しく結成したバンドのねえー、ライブがあったんですけどもそれに来てくれた えー、介護士ボクサーさんがお便りくれてます。介護士ボクサーさんありがとうございます。22日の原八部初ライブお疲れ様でした。と、うん。いいライブでしたね。10代のみずみずしい思いを歌った足立花さんから始まり、うん、藤沢優奈さんは時々ゲストで声だけ聞いていましたが。 あんんななに素敵な方だったんですね。そして私たちおにゃんこ世代がキュンとなる歌で可愛かったサキソン3人がそれぞれの世代の魅力でメインの原八部につなげましたそして原八部ジャックさんの歌詞がよくどこか懐かしいメロディーで皆さん50オーバーの色気たっぷりでパンクバンドしてましたとうんアンジーメイクのジャックさん ボーカルの時は世界戦に挑む気持ちですかね。ロッキーの T シャツに着替え、ラストの MC では花毛のおばちゃん T シャツに着替え、おばちゃんに気持ちを伝えるところ、みんなに優しさ伝わりましたよ、と。おばちゃんも参加でのラストの曲、ウミガメ、えー、何も行い急ぐことはない亀のようにゆっくりと、ほんまやな、50代になってもこんなに素敵なこと始められるんや。 自分も頑張ろうって思いましたよとジャックファミリー万歳追伸よく23日うんひご橋階段やわジャックさんあのすごいメンツの中でいい試合でしたよと謎のお笑いライブの話怖かった <laughs> 途中ジャックさんが隣に来てくれて桜子さんの 怖い怖い話一緒に聞けたのが嬉しかったですと、ありがとうございます。二日連チャンでね、僕のライブに介護士ボクサーさん来てくれ、駆けつけてくれまして、えー、ね、まずはそうですね、原八部のライブ22日のね、えー、いや、これが、もう楽しかった。いや、僕ね、20、まあまあ僕22歳の時に松竹芸能養成所に入りまして、 でそこでまあまあいろいろ経験させてもらってちょっとね1年間お前休んどけっていうことになったんですよでその時に2 1一歳の時かなうんまあでも休んどけ言われてもねそんな演、まあ、芸の方の舞台には出られへんのですけどもあのでもねまあ言うたら若いしこっちもなんかこうパッション的なあふれるものはあるしっていうので本当に。 地元の友達を集めてバンドをやったんですねそれがザッコ西っていうね、えー、バンドをやったんですけども、えー、それもね楽しくてほんでまたねそれがねあのなんかちょっと ちょっとあの軌道に乗るって言ったおかしいけどたまたまラッキーであれはどこやったかなクラウンレコードっていう、えー、メジャーレコード会社があってそこの人から声がかかって、えー、そのう,ちかうちから大阪でなんかちょっと面白いな思うバンドを集めてオムニバス CD を出すんで、えー、それに雑魚にし出えへんか言われてで出させてもらったことをきっかけにねなんかこう あなんかバンド面白いなと思ってきたんですよ。で、うんめっちゃね、えー、でもどっちに、でもお,お笑いかバンドか、まあ、うんね 1, まあ、1年間だけ、だか期間限定でバンドしたんですけどもで、でもやっぱり心残りはありましたよ、またお笑い,お笑いに帰ったんですけども、バンド面白かったなぁしかなかったからうん、記念にね、CD も出せたしね。 うんで、えー、なんかこ,この前、なんかアマゾンかなんかでね、その、えー、バナナでええやんっていうオム,オムニバス CD がね、えー、もま,あのまだあの中古で、えー、売ってまして、その中古の価格がね、なんか変に高いんですよね、まだね。で え、なんか、その、中古、レコードやか中古の、その、バナナでええやんっていうタイトルのオムニバス CD を持ってる方が、え、それを売りに出してるんですけども、そのそのコメントの中で、このオムニバス CD の中でこの雑魚西っていうのが僕好きやったなぁ、みたいなことをこう書いてくれてるんですよね。え、そんなんを、な、んななんで売るねんとかね、思いながらもね、持っとけよとか思いながらもね、え、そ、そんなんがありつつ、えー、 いい思い出やったんですよね、バンド面白かったってね、で,でずっとまあまあ、お笑い、バンドやめて、お笑いの方に身を捧げてね、ね、えー、いろいろこうやっていって、今まあま、あなんやかんやもうこのこの、去年はちょうどね、30周年も迎えまして、えー、ロフトプラスワン、エストで30周年、イベントやらせてもらいましたしね、で31年目ですか、今はね。 でこうばーっとこういろいろいろ,いろこう最近ね本当にと僕は覚えるのが遅いし、えー、気づくのも遅いしそれは自分でも分かってるんですね。えー、ででもねなんかねなんか最近こんなあのうん何て言うんかな,なんか全部は見えてへんのですけどなんかこう自分の流れというか自分山田ジャックは こういう風にするよっていうそのなんやろね土台みたいなんがねやっと50人してねこうしたら失敗せえへんみたいなねその笑いに関してですよ人生においてはちゃいますよ、あのー、そのお笑いとかそういうイベントに関してはっていうことでっていうのがちょっと分かってきたって言ったらうーんまあまあでもちょっとやりやすくなったっていうか。 ことですよねでそれでちょっと楽しいんですよ今本当に舞台が楽しいあのー、まあ見に来てくれた人は分かりはると思いますけどもまあウ,ウケるでしょ <laughs> ちょっと偉そうやった、うん、まあまあそんなんやしねだからそ,そんなんで、あのー、楽しいんですよねほんでで,でそれがあってで,でもやっぱりね やっぱりこうバンドっていうのもしたいなって思うんですよね。たまたま今ね仲良くさせてもらってる人たちにえそういうねえ楽器えできる人がいて元,元バンドマンの人がいたりとかえっていう縁でねご縁でえまたえバンドをさせてもらって。で まあ、全員が50オーバーですからね。えー、ドラムのカン戸さんなんて75歳ですよ。花、う、毛、ん、のおばちゃんより一個上ですからね。だから、まあ、無理せんようにね、えー。っていうのだけは気をつけて、えー、バンド組みましょう、やりましょうって言ってから1年2、3ヶ月経ったかな。練習、月に1回だけ練習してね。えー てでやっと1年2か月後の7月22日に「デビューもうそろそろ人前で見せてもええやろ」って言ってね、えー、で,でそのベースのね、えー、なっちゃんっていう「夏さまっていうもうこれがもともとメジャーレーベルからあの出てた、えー、バンドのね、えー、経験者なんですけどもやっぱり音楽に精通してますから。 厳しいんですよ、その、やっぱりね。で、ドラムのントさんももともと村八部という有名なバンド、当時有名なバンドやったんですけど、やっぱり年齢で75にもなると、昔はそら、えらい、バババババ,バーっと戦いけてた,たところが、えーう、うまく叩けなかったり、体力的なものでね。えー、とか、いろいろこう、あって、で、こう、 ね、でや,っとやっとね、えー、なだから僕はなっちゃんがなんとなく頼,頼りなんですよねなっちゃんがゴーサイン出したらあいけるかもみたいな感じで、えー、思ってて、ね、なっちゃんがゴー出たのでそろそろやりましょうか言うてでで,でもね僕はねちょっと前、まあ、言ったら、えー、そのオリジナル曲5曲しかまだないんですけども。 5曲もあるって言ったらおかしいですけど5曲があるんですけどもそれでね40分ぐらいの尺を埋めるのが、えー、心配されてたところなんですけども、えー、僕は変にねやっぱり喋りだしたら調子上がるしライブっていう本番になったらむちゃくちゃできる子やっていうのが自分で分かってるんで,、あのー、でそれはまっすぐにしてもそうでまっすぐもライブギターのまっすぐもライブ、あのー 練習の時にはね、なんかパッとしないやつなんですけども、ライブってなったらね、あの、バーンと前に来るっていうのは、俺も数々ライブ、まっすんとやりながら分かってたんで、あの、練習はそそ大事、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ大事やけども、でも、本番ちょっとやらしてみて、俺らにってね。えー、ほんなら、絶対、あの、うまくいくからってね。 えー、いうのも自身もどっかにあったんですよねそれがうまいことみんなの思いがうまいことこうシンクロしたんが7月22日やったんちゃうかなその僕らの原八部以外にもねさっきそのユーニャンも、えー、足立花もね、えー、足立花はね俺,の俺が、えー、サンミュージックの講師をやってるときに、えー、教え子やったんですけどもね それがその当時はね高校生やったんですけどね、えー、卒業して、えー、弾き語り今やってまして、えー、オ,リジオリジナルでやろう言うてね、えー、いい馬なやっ,ぱやっぱりすか彼女なのあの,あの若い子の成長ってすごいなあと思ったんがうんだから僕はねあのー サミュージックアカデミーで教えてたっつっても別に音楽論とか音楽を教えてたわけじゃないですからね僕は MC を教えてましたなので足立花ねまた今19歳かなうん MC ね我ながらねあのこう教え子を見ててねあ MC うが鳴ってるなーと思ってね曲と曲の間にちょっと笑い挟んだりねあこれあの なっててるやんってねちょっと思ったりとかその辺が俺としては感傷深かったりとかしながらもうんねで、えー、ねあのユーニャン藤沢優奈さんはここの、ね、ラジオ「岸和田で」で岸和田で出会った、えー、アーティストファクトリーのね、えー、僕のこの番組の後番組でね、えー、やってます藤沢優奈さん。 でこうラジオのねこの何ていうの縦の、まあ、横の曜日変わったらね本当に何の放送してるかわからないんですよ僕もラジオ気象でだから5年目にないるけども。 うんだけどまあちょっとね自分の時間帯のちょっと縦枠はちょっと仲良くしようじゃないのって俺は思う方なんで、えー、僕の前のサンセットアワーさんとも仲良くさせてもらってるし僕の後の藤沢優奈さんともね 時々こうラジオにね、えー、生放送し普段収録で会えないんですけども生放送の時だけはちょっとね、えー、最後の10分だけでもちょっと声聞かせてって言って出てきてもらって喋ってるんですけども、えー、そういう感じでね繋がりがね、えー、できてたので、えー、それであのー、ね、えー、今回22日も出てもらってやっぱりあのー、まあ 足立花はフレッシュさがあって、えー、なんやろねんなんか知らんけどんなんかこれからすごいことになるんちゃうかなっていうあのーなえー、歌詞にしてもミュージックにしてもそういうすな,なんか凄みのあるうね荒削りながらもそういう。 ライブをしたんですけども藤沢優奈さんはねもうちょっと貫禄でしたねまあ落ち着いた声こんなん言ったらあの、ね、年齢があれですけども本人も言うてましたけどねでもね本当にいやおきれいなんですよむちゃくちゃおき麗いほんでまたねいつもね俺藤沢優奈さんとはちょっと俺の中で爆笑なんですけどもあの事務所とかでね 事務所ってこの,あの、えー、ラジオ吉祥田の,あの事務所の方で不意に入ってこられるんですよねフワーッと収録かなんかで誰か,誰か分からないんですよ本当に<笑><笑>ああれ言うんやんやんっていうねそんなぐらい間があるんですけどもやっぱりねそのラ,ラジオの本番始まったりとかあその、えー、ライブ 始まったりとかこれはすごいきおきれよね綺麗はほんで、えー、また声のね出し方もいいしでまあお客さん掴むのうまいなやっぱりこう貫禄やな、うんうん、ちゃんと笑わすしねあれ大阪のシンガー独特やなちゃんと笑わすっていうね <laughs> ほんまーうん。 足立花もそうやしゆうにゃんもその後のサキソンもみんな笑わせやん、ね、基本なあでまあねゆうにゃんが歌ってくれましてでその後サキソンでサキソンはもう古い付き合いですよ俺、ね、サキソンが言ってたけど13年前から知り合いやってや知り合いになったらしいんですけどね うんまあ、いろいろ歴史サキソンとはいろいろ、えー、歴史を積み重ねてましてで、うん、なんかねある意味この原八部ブというバンド俺が率いるバンドっていうのを見ても,もらいたいなっていううちの一人、えー、にはサキソンっていうのがやっぱり入ってて、えー、どうこれをこの俺が作ったバンドをどう楽しむかなサキソンはっていうのが気になる存在ですよね。 でサキソンは、えー、なんか今ピコピコ系の音楽あれがまた可愛くてね、えー、似合ってますねなんかこうピコピコ系の音楽で、えー、やっぱりアイドルかわいいアイドルサキソンって自分で言うてますけども本当になんかあるジャンルを確立してるんちゃうかなって俺は思ってるんですよねうんすごいサキソンはうん昔からすごかったけど今でもちゃんとすごいなって。 思ってね、うん、そして原八部につなげてくれましたうんえー、うーんなんかねうまいこと言ったな自分で言うのもないんやけどうん面白かったんでもうもう本当に本当にやっぱバンドおもろいわーって楽しいうんそうねえんでもう。 みんみんだからみんなだ昔だから20代の頃にバンド当時も僕ボーカルでフねやっフロントマンやってましたけどもうその時とは違う感じでえー、なんていうかなバンドのセンターからお客さんを見える角度がねやっぱり52にもなったら違うわけですよね。えー、ほんで なんやろななんか全部含めていい感じにできたと思います22日は。うん、でいろいろねツイッターとかいろんなところでね、えー、あの見に来てくれたお客さんがじあの実際オリジナル曲ってさ初めてライブやったらオリジナル曲ばっかりやられてもなんか辛いとこがあるやんあの知らんしねその曲のこと。だから 知ったな,なんかカバー曲やられた方やってくれた方が実際乗れるしっていうのはあるんやけどあカバー曲をやらずにほんまにオリジナルだけで突き通したんですその代わりその,その曲っていうのは、えー、こういう歌詞で、えー、やっぱ,やっぱ、えー、の演奏とかがかぶっ,ってきてうるさかったりしたら歌詞の内容とか聞き取れないこともあるから、えー、この今からする歌詞曲はこういう 時代背景で、えー、こういう思いで書いた歌なんですっていうのを説明してからその曲に取り掛かったんでそれで結構聞きやすすかかったかもしれないですね、えー、みんな歌詞を必死に聞いてくれて、えー、介護士ボクサーさんもね歌詞が良かったって書いてきてくれてますけどもうんえー、あのー、もっと でそのライブ全体の作り方とかそのね俺らのハチ八部のライブの演出みたいなところで、えー、曲の説明をしたっていうところが、えー、受け入れやすかったかなーってあのー、バンドの曲になった瞬間も、えー、思ってねでそれがまたハマってくれて何人かにも「めちゃめちゃかっこいいっすわ」って、えー、帰り際に言われたりとかして「あのー、あ これはやっぱりちょっとあの,あのなんやろね、えー、まああるよ身内身内やからこそのあのっていうのはあるとはいえあほんまに楽しんでくれはったなというのはありますねえー、そうそんなえー、ライブでしたうんーとねまあなんやろな 四季折々で、だから夏は7月22日やったから、えー、次は秋、秋ぐらいにやりたいなとか、でも、ね、えー、半年に1回かなとか、えー、だから年、半年に1回か、だから日年に2回やるか、 4回やるか、まあその辺でメンバーで悩んでるぐらいで、えー、ゆったりと、ゆっくりと、えー、亀のようにゆっくりと、ライブもやっていきますんで、また、えー、次回やるときは、えー、ね、来ていただきたいなと思います。はい、えー、お便り来ていますね。はい。えー、と、わびさびさんです。ありがとうございます。 えー、次の番組の子がそんなに可愛いとは知らなかった今から温泉に行くので帰りに聞いてみますわびさびさん、えー、気ぃつけていってらっしゃい、えー、温泉かいいなうんはいそうなんですよ藤沢ユニアンはお綺麗な方ですよ、うんねええー、今日もこの後とね、えー、藤,沢え藤沢ユニアンの日今日は大あ藤沢ユニアンの日ですね はい、なんか月の1ヶ月のうちね、えー、第1週、第2週はなんかラジオゴングショーいうのをやってはるんですよ。ほんで、第3週、第4週が藤沢ユーニャンの回、えー、なんですよね。だから今日は第4週なんで、藤沢ユーニャンの日ですね。はいえー、そして、えー、まあだからライブは本当にありがとうございましたということでね。えー 楽しんでいたただけたら何よりですねそしてその次の日ですよねあのバンドのバンドとかあんまり興味ないわっていう人もねなんかこれに出る山田ジャックっていうのを変に妙にどうやったみたいなことをね言われたりとかあのしたライブっていうのが次の日にあった日後橋階段 やっていうね、えー、竹内義和先生と、えー、石野桜子お姉さんが m c 二人で、えー、この「ひご橋怪談やわ」っていうイベントを立ち上げてるみたいで、えー、そこに今回のゲストが、えー、すごい人は村田ラムさんっていうね、えー、作家の村田ラムさんと、えー、そして山田ジャックというね えー、この4人でお送りいたしましたですね。うんえー、だから昨日はねサッカー昨日というか23日は僕山田ジャックが影響を受けた作家さんだから竹内義和先生で村田ラムさんだから僕が。 ホームレスに興味を持ち始めて、えー、一時ね、ホームレスの世界をずっと取材したり、研究してたことがあったんですけども、それのきっかけをくれたというか、きっかけになったのが、村田ラムさんの、えー、本の題名が放送禁止用語や,用語やから言えない、 えー、本があったんですね <laughs> それを僕は難波のね、えー、朝日屋書店で、えー、買いまして、当時ね、もう何十年も前ですよ。で、えこ,れこ,のこの名前の本があの書店に並んでるのがびっくりした、これ売ってええんやっていうね、えー、びっくりした題名やったんですね。 でそれをまあ買いまして、えー、読んでるうちにうわーっと、えー、その西成の三角公園とかのこととかもその取材してる村田ラムさんの本に出てくるんですけども、うん、それで「あーっと自分地元大阪やのにこの世界知らんかったわって思ってね。うん たまたまその時期に、あのー、僕はどっちかって言ったら、ナンバの方をね、えー、攻めてたっていうかね、あのー、言ってまして、ナンバとかで、えー、何、活動してはるホームレスの人とかと仲良くなって、えー取、取材したりとかしてたんですけど、 案外、ね、西成っていう地域が僕の中でぽっかりと、えー、空いてたっていうかあんまり行かない地域やったんですね。うん、だけどそれを、えー、村田ラムさんの本によって「えー!」って「あ西成こうれいろんな歴史があってこうなんだ」って知れば知るほど面白くなって、えー、ちょっと参加してみようと思って。えー まだ、ね、今、今でこそユーチューバーとかがもう溢れ返って、えー、いろんな感じの西成っていうのは、だから、これはこれでまあよかった、活性化するのはよかったんかなと、僕は思ってたりもするんですけど、僕が、あのー、懐かしいなと思うのが、僕がちょうど取材してた頃の、本当におっさんだらけのね、<laughs> 西成。えー、ね そこでのいろんな釜ヶ崎祭りとかね、えー、そういうのを取材できたことがやっぱ村田ラムさんのおかげやなと思ってますねそのだから村田ラムさんがその日後橋階段やわでね怖い話階段の語り部としてねやってきまして、えー、楽屋とかではだから竹内先生も ねえー、村田ラムさんもおっておおって思いながらねで、えー、だから村田ラムさんはなんかその、えー、いろんなね、えー、海外にあの人よく行きはるでしょうでそこで海外で会ったこんな経験したよタイでこんな経験に会いましたとかねそういうあの どっちかとったら「人怖っていうジャンルが今あるみたいで、えー、そのお化けとかね「怨念」とかそういうんじゃなしに生きてる人の怨念だったり執念だったり佐賀であったりそういう,う異国でねそういう人たちの,そのい、えー、怖いところに巻き込まれてしまったっていう話をもらったラモさんはしてまして、えー、で トッップバッターが村田さんんやったでですねで2番目が竹内先生やったま、ね、あ竹内先生が後から聞いたら結構ね、えー、なんかその後に大きな大会があってそれに出すのを多分日ごし階段やわで試したかったんかなと思うんですけどもそれをやりはってねあのまあ結構長尺やったんですね。 あのー、俺にはね、いや、ジャック、10分ぐらいでええよ、5分から10分ぐらいでええよ、降りてきたらええよって言われとったから、あそんなもんなんやと思って、大体俺は組み立ててたんですけども、武内先生がもう30分弱ぐらい喋りはったんで、あこんな大ネタ喋りはんねやと思って、で、次、僕やったんですけど、そう、ほんで、怖い話、階段でしょ。でまあ 唯一救いなんか僕が芸人やからねそんなにお客さん期待してないわけですよ、うん、でハードルがまあまあ下がってるんでそこでね、えー、あのあれですねえ戦いましたけどもあの「あのすごいメンツの中でいい試合でした」って言ってる。 くれるぐらいねあのそうそう結構自分でもねあの話良かったなと思うね、えー、だから芸人の立場での怖い話をしましてねえー、いい、うん、それなりにちょっと角度の違った、えー、感じの階段を聞いてもらったんちゃうかなと思いますね、うん、最初掴みでねあの怖い、えー、怖い話って ですけどねで今日ウーバーイーツでねカレー運んでたらカレーひっくり返してえ届ける相手に胸ぐら掴まれましたいうね怖い話したんですけど全然受けませんでしたね。ほんでもうそんな怖い話いらんねんよね。 空気になったから、いえいえ、ちゃんとありますよ。ちゃんと用意してますから、言うてね、ええー、あの、うん、ちゃんと、ちゃんと怖い話し,しました。ほんで、あれですね、あの、階段、だ,だから、竹内先生がね、楽屋で言うてはったんですよ。だから、先生、今日のね、あの、やつ、僕、まあ、芸人やから、どうしても、シーンっていうのが、しんどいと。 でどっかでちょっと前からあのちょっと笑いボケボケるっちゅったらおかしいけど笑い取りに行っていいですかって言ったら「全然ええよ」って「全然ジャックの好きなようにして」って言って言うて,てくれたんですけども、えー、その後に「でもなジャックあのマニアックなあの階段好きな人には、えー、階段原理主義者っていうのがおるらしくて」 もうね一切面白ワード入れてくれるなお一切ちょっとした、えー、笑いなんかい入れてくれるなっていうあのか怖い話だけの原理主義者っていうのがいるんで気をつけてなって言われて出にくいな思ってね、えー、あの <coughs> あーまあまあうんねええー、ああいろんなねでもこうちょっと ちょっとまあ、笑い入れと、笑い入れと言って、で、ね、そっから、えー、怖い話する方が、なんか俺としては、その怖い話がキュッと閉まるんじゃないかなと思ってね、そういう構成でやらさせてもらったんですけどね。うん。えー、うーん、でまあ、あのね、桜子さんですよ。桜子さんのあの、 怖い話、すごいですね。まあ、びっくりした。お姉さん、さすが、海南グランプリ優勝するだけあって、怖い。だからね、石野桜子さんってね、あの、もともとジャドリストっていうお笑いコンビ、コントコンビ組んでまして、その頃から僕、すごくね、桜子姉さんのね、声がすごく印象的でね、なんかね、 すごい、透き通って綺麗な声やねんけど、なんかね、凍えるっていう言い方が、一番。なんか凍えるんですよ。桜子さんの声って。うん。んでね、それが、要は、 えー、声がいいからっていうこと,いうことでいろんなね、えー、それこそ芸者ガールズのね、えー、CD にも声入ってるし「えー、吉本超合金」いう人気番組で「はいどうも石井らこです」っていうナレーションでも有名でそういうナレーション吉本の時のナレーションとかでも有名やったお姉さんなんですけどやっぱ声がねあの僕にとってはちょっと凍える声なんですね。 でそのお姉さんが今本当に力入れてんのが階段、うん、でそのやっぱりグランプリも撮ってるっていうことで、えー、あのちゃんと聞かしてもらったらまあ怖いあのね桜子さんあの声が怖いもうほ、うんで、えー、またねあのお姉さんのねあの うん、あれやから、まあ、ラジオでは言わないでおきますけども、その、まあ、その話するっていう、あのねえ、話をしてきたんですよ、それで。もう怖くてね、俺もさ知ってるし、その,あの、そのアイドルのね、まあ,のあまあまあ、まあもまあ、怖かったんですよ。うん それが、ねえ、うん、あって、で、それが一周目、二周する、二部構成なんですね。で、えー、それは僕、客席で見させてもらおうと思って、お姉さんのは、そのね、ねやつは見させてもらって、うわ、もうお姉さん、すごいとこ行ってんなーって、えー、あーもうこれはもう怪談師やなって思いながら、 もう僕は見させてもらったんですけどね。で、二週目。二週目が、えー。今度は、えっ、ー、と。む、えー、竹内先生がスタートやったんかな。うん、で。まあ、そこでも竹内先生が。あ,あの。毒とあの竹内先生もね。 階段の声になったら淡々として怖いんですよね、なんかね。で、あのね、サイキック青年団っていうね、僕とかがヘビーリスナーで聞いてたラジオでも1年に1回だけね、この季節に階段特集ってやって、そこの竹内先生の語る、えー、1年に1回だけする階段が楽しみで仕方がなかった僕はね、えー、そんだけ怖いんですよね。それがね、まあ、生で聞けるって言うんで。 えー、こやっぱ怖かったなあ、うん。で2番,2番手が今度俺やったんかな。で俺やって2番手の俺はねだからもっともっと角度の聞いたやっぱお笑いならではでしか経験せえへん怖い話っていうのをあるライブでの出来事っていう話をしたんですね。 それはね結構あのうんね評判謎のお笑いライブの話怖かったって書いてくれてるぐらいあれ確かに怖いんですよねうんはいまあまあねえー、まあそんな階段もうねいやでもね階段だからあれなんやろねあの子供子供の頃はね 階段好きで、その、おカが買い物に行ってる時に、えー、ね、あなたの知らない世界とか昔あったんですよね。そんなんとか、よよう見えへん、怖い。言いながらもね、布団にかぶりながらね、テレビ見てたぐらい怖い話って好きやったし、心霊写真が流行ったんですよ。心霊写真も大好きやった。心霊写真のコーナー。むちゃくちゃ好きやったんですけどね、あれね、こう、 本当にね年を置い,いてというか重ねていくうちにあのどんどんそこを追求していく人もおれば僕は逆にね、えー、あまり興味がなくなったんですね実は、えー、怖い話っていうのにね。そうでまあ うんとまあ芸人やし話はうまいからあのー、ねえー、ちょっと階段やってよみたいな話は実はあるんですけどいやいや言うてもう怖いしほんでもう自分が怖になってくるんですよねほんで、まあ、ほんでさなんかまあ言う言うちゃ悪いけどハッピーじゃないやん階段って。 うん、なんかもう誰かが実は死んでたとか死んだとか、えー、ね、なんか、あのー、呪いとか、なんかその、あれをやっぱりギューって永遠聞かされたら、なんかね、俺しんどなってくんねんね。その、霊現象とかいう意味でしんどいんじゃなしに、その、精神的に不幸な話を聞いてたらしんどなってくるんですよ。そういう意味でね。 でなんかだからもう僕は、もうええかな思ってね。で、<laughs> いや、面白い。だから今回の、あの、イゴ橋階段やわがもう,もうラスト。もうあれが、もう、あの、あれでもいいですわ。もう。あれは楽しかったから。うん、いい思い出。<laughs> まあ出るとしたら年に一回。ね。それぐらいに。 えー、しとこうかなっていうぐらいあの <laughs> いやあれだってさ冷静に考えたらさほんまに不幸な話やん,なんか呪われたとかねええー、あんなみんな好きやねんなあんな俺あかんわ俺なんかもうしんのだってくんもんあんなん聞いとったらうんね、うん、救いがないようなねえーうん、まああのねえー、そういう えー、ライブ、2連チャンで、えー、お送りしました。ねえーまあ、俺はだから、あの保創水のこれじゃない階段がちょうどええわ。もうあの全然怖くないやつね。あれ、あれが,あれがいいよ。あれが来たら夏だな。で、今、実は次の8月18日に、えー、金曜日かな。 えとところが変わりましていつもはなん白芸という味噌のビルでもなん白芸というところでやらせてもらってたんですけども、えー、この頃お客さんが大なってきたタイミングで、えー、ちょっと白芸の方が、えー、違うイベント関係になったんで、えー、場所を移動してくださいということでなんば紅鶴というところでね えー、開催にしますそれは同じミソのビルの白芸と同じ,同じフロアにあるんですけどもね南蛮ビニズルで開催不思議なピーチパイ夏の不思議なピーチパイですよ、えー、これは、えー、8月の18日にありますんでこれにはね今ねもうは、えー、半年以上1年ぶりぐらいか1年ぶりぐらいにね 送水、ちょっと出てくれと、頼むわと、もうこの階,階段の時期に、尿酸のこれじゃない階段聞かない、俺は夏が越されへんねん、言うてね、ほんなら、そうか、やろうか、言うてね、えらい言うてましたからあ、あのね、出えへん、ずっとで出るのを拒否してたんですよね。 えー、実は,は,は、白芸に、不思議なピーチパイ。それの理由を聞いたらね、あの、椅子がないからっていうね。<laughs> 立ち、お客さん、最近、白芸でのイベント、お客さんが多くすぎて、詰め詰めなって、演者が当たり前やけど、もう立ってたんですね。そう。だからやっぱり尿さんの巨体は、えー、立ってたらしんどいから、えー ね、不思議なビーチバイはお客さんいっぱい来るからいやや言うてね、えー、立つのいやや言うてね出えへんかったんですけどベニズルはちょっと広いですからね、えー、白毛より広いですからね、えー、座る椅子もある,あ,るありますんでねっていうことを伝えたら「ほんな出ようか」って言って「<laughs> 椅子かい」ね。ね ままあまあ、そういうね、えー、こともありのうんでねえー、そうですねあその8月18日「不思議なピーチパイ」の前には、えー、8月の9日にはあれですよ、うん、とね、えー、TJ ブルース竹内義和先生のやってる月に1回不謹慎な話題をする TJ ブルースっていうのが彦星アワーズルームの方であります。えー、第二水曜日8月9日、えー、19時半スタートですね、えー。8月18日不思議なピーチパイは19時スタート。南、え、部、ー、白芸味噌のビルです。よろしくお願いします。の間にお盆があるでしょ。多分ね今年はコロナもなんとなく緩くなってきたっていうことで、あのー。 夏の釜ヶ崎祭りっていうのが多分あるでしょう、うんえー。何年かぶりに相撲大会も開催されるんじゃないのかなと俺は予測してますけどもまあこのね先ほども西成の山岳公園である釜ヶ崎祭りっていうのを僕は村田ラムさんの本で知ったんですね。で知っってからは僕ずっと 毎年行ってるんですけどもこれは本当に欠かせたことがなく毎年ええー、行ってるんですけどもええー、あの、ね、コロナでなかった時は除いてねええー、今年はあるんじゃないかなうんねえまたあの ね15日131415日とあるんですけどもね15日のね相撲大会っていうのがこの真夏の釜,釜のおっさんらの、えー、ね戦い相撲という名のアルティメット大会これが楽しいんですけどもあのね、えー 実は、12、13日に密かにやってるの,の自慢大会とか、スイカ割りとか、綱引きとか、そんな申し物も実は味があっておもろいよっていうことをね、えー、僕は言い続けてるんでね、ぜひ、うんとまあまあね、あのー、来れない方も、ね、おられるでしょうけども、どれかね、13、14、15やってたら、どれかの日にね、えー、覗いてくれはったら、 ちょっと夕方の、え、ちょっとだけ日が落ちたぐらい、えー、あれ何時ぐらい,い ?16 時、4時ぐらいからなんかやるかなっていう感覚ですね。きっとあの、僕の間違えてたらすいません。でも、えー、そうですね。16時ぐらいに僕も行ってますんでね。ぜひ、えー、もし鎌ヶ崎三角公園で、えー、お会いしましたら、声かけてください気さ。気軽にね、声かけてください。ジャックを言うてね。はい。 えー、ということで、まだまだね、まだまだ夏は終わりませんよ。暑さ対策気つけて、でも僕は夏が好きなんで、もっともっと楽しむ予定です。それではまた来週も生放送お会いしましょう。山田ジャックでした。お疲れ様でした。